わざわざ我が領域に踏み込んでくるとは身の程知らずな奴らだ。そやつにかけた呪詛を解こうと考えてか、愚かなり奉仕。黙れ！先の戦いで我が弱っていると見くびったか。甘いな。この空間では我が力は増大し、貴様らの力は減衰する。結果は見えているということだ。甘いのはお前の方だ、リョウキ。お前こそこちらの力を見くびりすぎている。私たち心象の力は言うに及ばず。そしてこの正宏の力をもだ。ならばそのことを証明してみせよう。人間とそれに下った式神風情、雑魚が束になったところで我にかなうものか。そのところだ。今日こそ蹴りをつけてやる。天空が来たい。高尾の神が力を込めたこの剣にかけて、龍騎、お前を倒す。正宏、雑魚は気にするな。そっちは私と本羽で十分だ。お前たちは龍騎との戦いに集中しろ。わかりました、爺様。無理をしないように気をつけて。この剣を奴の名門に突き立てれば。やれるか、正宏。やれるかどうかじゃない。何としてもやるんだ、爺様を助けるために。だがそう簡単にはいくまい。話は奴を消耗させてからだな。行くぞ。どうやって攻めようか。ここは一気に決める。ああ、終わらせてやれ。望める強者は戦う。陣破れて。おのれ。よし、ここは まだ攻め続ける。強者戦う。もの皆陣破れて。前に。いい調子だな、正宏。引かぬわ。正宏、ここは一旦仕切り直すか。龍騎を倒さないと。爺様が。落ち着け、正宏。やつは確実に消耗している。あと一息だ。こっちから仕掛ける。行くぞ。強者戦う。者皆陣。これでどうだ。まだだ。貴様らなどには負けん。しぶといやつめ。奉仕、わずかな隙でいい。作れるか。分かった、やってみる。望めるつわもの戦う者、皆陣破れて前にあり。今だ。何をするつもりだ。龍騎、貴様に殺されたユキとエツへの恨み、思い知るがいい。天馬ごときよ、こしゃくな。危ない、ホン。こうなれば貴
様を食らって力をもらう。かかったな、両機。天パの最後の力、見せてやる。これも、なんだ。両機の動きが止まった。これを狙っていたのか。今だ、宝珠。その剣で両機を。でも、このままじゃお前まで巻き込まれてしまう。お前は何のために戦っている。その手で守りたいものがあるのだろう。守りたいもの。俺と越英は守りたいものを守れなかった。お前も俺たちと同じ後悔という呪縛に囚われたいのか。ためらうな。マサヒロ、呪詛が侵食を開始したか。なんだこれは。バカな木の呪詛。両機、今度こそ終わりだ。マサヒロ、両機をやったぞ。よくやり遂げたな、マサヒロ。いかん、急いでここから出るんだ。ここは両機が作り出した空間。その奴が死んだとなれば消滅するぞ。なんだって、間に合うのか。最後にもう一つ俺にできることが残っていたというわけか。ホウ、しっかりしろ、ホウ。間に合ってよかった。みんな無事に運べたようだな。お前のおかげだ。それより早く手当てを。無駄だ。両機の動きを止めるために自ら命を捧げて最後の力を使ったのだ。それがお前の言う秘策だったのか。なんてこと。気に病む必要はない。最初からこうするつもりだった。そのために怪我を押して出てきたのか。見上げた心意気だな。俺は愛するものすべて失った。仲間も越英も、そして雪も。だからせめて仇を討つためにこの命を惜しむまいと、そう決めたんだ。別の方法を考えようとは思わなかった。死に急ぐ必要はあるまいに。そうだ、両機さえ倒せばお前にだって平穏な日々が戻ってくる。死に急ぐことはなかっただろう。愛する者がいてこその日々だ。お前なら分かるだろう。苦痛のまま一生を終えるのではなく、最
最後にこんな気持ちに戻ることができただけでも俺は幸せだ。礼を言う。ホン！さて、そろそろ行かなくてはな。エツエとユキが待っている。ホン、さらばだ、星よ。おい、待てよ、ホン！マサヒロ！マサヒロ、投げ。ことはない。マサヒロ、顔を上げろ。お前が今本宇に手向けるものは悲嘆の涙ではないはずだ。命を懸けて守り抜く覚悟、本宇はそれをお前に託したのだろう。本宇は一人じゃないさ。越江とユキのもとへ行ったのだろう。その通りだ。だからこそ笑顔で見送らねばな。はい。お前は何のために戦っている？その手で守りたいものがあるのだろう。俺とエツエは守りたいものを守れなかった。お前も俺たちと同じ後悔という呪縛に囚われたいのか。魂に誓います。大切なものを命を懸けて守り抜くと。その強い決意こそはお前が一つ成長したことの証。知らぬうちに大きくなったな、マサヒロ。いいえ、俺はもっと大きくなりたいです。そしてもっと強くなりたい。後悔にとらわれるようなことはしたくない。この手からこぼれ落ちてしまうものたった一つでさえ見落としたくありません。どうしてもどんな代償を払ってでも。お前はきっと強くなれる。その気持ちさえ忘れなければな。じいさま。マサヒロ。アキコ。さて、アキコ様も来られたようだし、私は一足先に帰るとしよう。後のことは頼んだぞ、マサヒロ。はい、爺様。屋敷に残してきた新将たちもさぞかし怒っているだろうからな。やれやれ。マサヒロ。アキコ。よかった、無事なのね、マサヒロ。アキコ、どうしてここに？終わったようだったからな。我が連れてきたのだ。みんな、無事なのね。いや、ホウが死んだよ。ホウが、そんな。自分の命と引き換えにして両機の動きを止めたんだ。ああ、もし本運がいなければ倒せたかどうか分からなかったな。ただ奴は最初からそうするつもりだったようだ。晴れやかな表情をして死んだよ。そう。アキコ、俺は笑顔で見送ってやろうと思うんだ。本運もきっとそれを望んでる。別れた人たちに会いに行ったのかしら。なんだ、マサヒロ、これは。なぜかしら。私感じるわ。
とても温かいものが胸の中にあふれて。あれを見ろ、マサヒロ。え？あれは…本…エツエ…そして…ユキか…三人一緒に西の空へと帰っていくわ。帰っていく。永遠に離れることのない愛する者がいてこその世界へと。じい様、ただいま戻りました。おお、マサヒロか、ご苦労だった。言いつけた仕事はきちんと終わったか？はい、都外れの路地裏で悪さをしていたあやかしはきちんと退治できましたし、小読みは陰陽寮に届けてきました。そうか、で、水はどうした？部屋に来るときついでに水を一杯持ってきてくれと頼んでおいたはずじゃがの。あ、忘れたのか？すみません。
マサヒロよ、こんな簡単なお使いすらできんとはじいさまは悲しいぞ。水の一つも満足に持ってこられんとは、こんなことでは一流の陰陽師になることなど夢のまた夢、なんということじゃ。水と陰陽師は関係ないじゃないですか。日々言いつけられることはすべて修行、つまりわしに水を持ってくることも修行、そのことすら理解しておらんとは。これというのもわしが正弘を甘やかしすぎて厳しく鍛えてこなかったからなのか。あの、甘やかされたっていう記憶は全然ないんですが。やれやれじゃ、こんなことではわしはいつまでたっても安心できん。何かあったらこの間のように肋骨に鞭打って怪我を押してでも正弘を助けてやらなければいかんのだろうな。はいはい、この間からもうその件では100回以上嫌味を言われてますよね。だがわしももう年じゃ、そういつまでも正弘を守ってやることはできんからの。どうしたものかの。わかった、わかりました。俺はこれからもっともっと努力して立派な陰陽師になってみせます。ほほう、こうなったら意地でもなってみせます。なってみせますとも。ほほう、それは頼もしいな。ならばじいさまも長生きして正弘の成長ぶりを見届けなければの。見ててください。俺はじいさまを超えるような最高の陰陽師になってみせますから。